期待高まるナンバーアンダーライン愛のノーアイ。新ビジュアルとジャケットデザイン公開。2024年9月23日、待望のアルバムノーアイがついにリリースされます。この初のフルアルバムはナンバーアンダーライン愛の音楽的進化を象徴する重要な作品であり、ファンにとっては待ち遠しい瞬間です。アルバムのジャケットデザインと新しいビジュアルが公開されると、 ファンの間でさまざまな憶測や期待が広がりました。今回のアルバム No I には、デビュー曲 Go ト平野翔プロデュースのボンジングージ寺ー歌プロデュースによるアルバムのリードトラック INZM など、数々の注目楽曲が収録されています。各メンバーのソロ曲も収められ、全体としてナンバーアンダーライン愛の多様な音楽性が見事に表現されています。アルバムのジャケットデザインには、 3種類の異なるバージョンが用意されており、それぞれのジャケットには独自のアートワークとテーマが込められています。初回生産限り定番には、NO-I バージョンと INZM バージョンの2形態があり、通常版と合わせて合計3形態でのリリースとなります。初回生産限り定番には13曲が収録されているのに対し、通常版には14曲が収められるという詳細も、ファンには大きな注目ポイントです。 特典としてオリジナルキーホルダーも用意されており、これがさらにアルバムの価値を高めています。ナンンバーアンダーアダインアイの音楽は常に新しい挑戦を求めており、今回のアルバムも例外ではありません。アルバムのリードトラックである INZM は神宮寺雄太のプロデュースによって、これまでのナンンバーアンダーアダインアイとは一線を画すサウンドとメロディーが特徴です。この曲は、 力強いリズムとエモーショナルな歌詞が組み合わさっており、リスナーに強い印象を与えること間違いありません。INZM がどのようにナンバーアンダーライン愛の音楽的な幅を広げているのか、またどのようにリスナーに響くのか、アルバムのリリース後にその全貌が明らかになることでしょう。一方、平野翔がプロデュースした「ボンは、よりポップでキャッチーなメロディーを持ち、これまでのナンバーアンダーライン愛の音楽に新たな風を吹き込んでいます。 この曲は、ファンの間での反響も大きく、これまでのリリースから進化した n、no. ンバーアン Underline I の音楽スタイルを象徴するものとなるでしょう。ボンのサウンドには、平野翔の独自のセンスと経験が反映されており、リスナーに新たな感動を提供することが期待されています。アルバム全体のテーマやコンセプトにも注目が集まっています。n、no. ンバーアン Underline I のメンバーたちは、 このアルバムを通じて自身の音楽的な成長や変化を表現しています。それぞれの曲がどのようにメンバー個々のアイデンティティや感情を反映しているのか、またアルバム全体のストーリー性がどのように構築されているのかを感じ取ることができるでしょう。新しいビジュアルやジャケットデザインも、アルバムのコンセプトをより深く理解する手助けとなるでしょう。今回のアルバムリリースに合わせて、特設サイトもオープンしています。このサイトでは、 アルバムの詳細情報や特典の紹介、さらにはメンバーのインタビューなどが掲載されており、ファンにとっては貴重な情報源となっています。特設サイトの開設により、ファンはアルバムに関する最新情報をリアルタイムで入手することができ、リリース前の期待感がさらに高まることでしょう。ナンバーアンダーライン愛の音楽的な進化は、単なるジャンルの変更にとどまらず、深い感情的な表現や個々のメンバーの成長を反映しています。 今回のアルバム NO-I は、その全貌を感じ取るための貴重な機会です。アルバムのリリースを待つ間に、新しいビジュアルやジャケットデザインを眺めながら、どのような音楽が私たちを待っているのか、期待に胸を膨らませることができるでしょう。私たちが楽しみにしている NO-I は、音楽の力を再確認させてくれる作品です。アルバムのリリースが、 アイの音楽的な旅路の新たな一生を切り開くことを期待しています。これからのリリースに向けて、どのようなサプライズや発見が待っているのか、私たちは楽しみにし続けるでしょう。このアルバムを通じて、あなたはナンバーアンダーラインアイの音楽にどのような新たな発見を期待していますかまた、リリース後にどの曲が最も印象に残ると思いますかコメントや感想をシェアして、 ぜひその期待や思いを聞かせてください。ナンンバーアンダーアダラインアイのアルバム、ノーアイは、そのリリース前から多くの期待と憶測を呼び起こしています。ファンの間では、このアルバムがグループの音楽的なアイデンティティをどのように進化させるのか、また新しいビジュアルがどのように彼らの芸術的な表現を反映しているのかが注目されています。今回のアルバムには、グループのメンバー全員がプロデュースに関わるなど、 これまで以上に個々のクリエイティビティが発揮されています。ノーアイのリリースにあたって、新しいアーティスト写真が公開されたことも話題になっています。このビジュアルは、単なるアルバムのプロモーションツールではなく、ナンバーアンダーライン愛の音楽的な進化とメンバーたちの成長を象徴するものです。ジャケットデザインやアーティスト写真には、それぞれ異なるテーマやコンセプトが込められており、視覚的にも楽しませてくれます。特に 初回生産限り定番のノーアイバージョンと INZM バージョンのジャケットには各メンバーの個性が引き立つデザインが施されています。アルバムの中でも特に注目されているのはデビュー曲 GOT トッ平野翔プロデュースのボンそして神宮寺勇太プロデュースの INZM です。それぞれの曲がどのようにナンンバーアンダーアダラインアイの音楽的な幅を広げているのか。 またそれぞれのプロデューサーの影響がどのように反映されているのかは、アルバムを聴く楽しみの一部です。例えば、ゴートはナンンバーアンダーアダインアイのデビュー曲として、そのエネルギッシュなサウンドと力強いメッセージが特徴であり、グループの存在感を強く印象づける曲です。一方で、ボムは平野翔のプロデュースによるポップでキャッチーな楽曲であり、彼の音楽的なセンスが存分に発揮されています。この曲は、 リスナーに明るい気持ちを届けるだけでなく、ナンンバーアンダーアダライン愛の音楽スタイルの新たな一面を見せてくれます。また、INZM は、神宮寺勇太のプロデュースによるアルバムのリードトラックであり、そのダイナミックなリズムと感情的な歌詞が特徴です。この曲は、ナンンバーアンダーアダライン愛の音楽的な成長を象徴するものであり、ファンにとっては聴き応えのある一曲となるでしょう。アルバムには、 各メンバーのソロ曲も収録されています。それぞれのソロ曲は、メンバー個々の音楽的な個性や感情を表現しており、グループとしての統一感とともに、個々のアーティストとしての独自性も際立っています。これにより、ファンはナンバーアンダーライン愛の音楽をより深く理解することができ、各メンバーの成長や変化を感じることができます。アルバムの特典として、オリジナルキーホルダーが用意されています。 この特典は、ファンにとっては嬉しいサプライズであり、アルバムの購入をさらに魅力的なものにしています。特典のデザインや内容についても注目が集まっており、アルバムとともに手に入れる価値があります。また、アルバムの特設サイトでは、リリースに向けての最新情報が随時更新されています。このサイトでは、アルバムの詳細情報や特典の紹介、さらにはメンバーのインタビューなどが掲載されており、 ファンはアルバムに関する情報をリアルタイムで入手することができます。特設サイトの解説は、アルバムのリリースをさらに楽しみにさせる要素となっています。n o ーアンダーラインの音楽は、これまでにない新たな挑戦と革新を求めています。アルバム No.i は、その象徴的な作品であり、グループの音楽的な旅路の新たな一生を切り開くものです。リリースを待ちながら、 アルバムに込められたメッセージやテーマを感じ取ることで、ナンバーアンダーライン愛の音楽の魅力をより深く理解することができるでしょう。これからのリリースに向けて、どのようなサプライズや発見が待っているのか、ファンとしての期待が高まります。アルバムの内容やメンバーの成長を通じて、私たちはナンバーアンダーライン愛の音楽に新たな感動を感じることができるでしょう。このアルバムが、 ナンバーアンダーライン愛の音楽の新たな可能性を切り開くことを期待しています。あなたは、ナンバーアンダーライン愛のノーアイアルバムにどのような新しい発見や感動を期待していますかまた、リリース後にどの曲が最も心に残ると思いますかぜひ、コメントや感想をシェアして、あなたの期待や思いを教えてください。